どうもこんばんは、します。はい、今日はですね、まあ名古屋の最後の飯、はい、ということでこちら、キングオブ台湾ラーメンと言われてる店、超有名店、はい、やってきました。はい、ということでですね、やってきました。2000、はい、これだけっすよ。行けしかですよ。で、まあ、今日ね、名古屋スペシャルゲスト、ゲスト、宮本さん。よっ。そうです。3ヶ月くらいちょっとお休みしてるんで。そうですね。最後。忙しいんで、またね、動画出したいと思います。よろしくお願いします。いや、ありがとうございます。いただきます。以前でも一回来たことあるんですか？あります。え、別の空港ってあります？多分別のとこ、あ、ここじゃないですか。うん。結構ありそうですよね、店。え、辛い。え、え？この赤いやつ。ちょっと待って、そんな赤いやつガッツリ飲み込むと店に。アメリカまず赤くないっすよ。あ、うまい、普通にうまい。あ、でもこれ辛みありますよ。え、じゃあこれイタリアンなんですけど、これ辛いわ。嘘、辛い、辛い。じゃあ牧草のイメージしかなかったんですよ。中本のイメージ。舐めてましたじゃん。マジで中本っす。初心者で言ったらイタリアン頼む。あー、いい辛さです。はいはいはい。チャーハン普通にうまい。地元の、ね、方には当たり申しませんけど、裏メニューのイタリアンっていう、なんかさらに辛いやつを頼んだ張本人の方が食い慣れてる感じじゃないですか。むせちゃった。でもこれね、むせるむせる。一気に入れるとむせる。これでもやばいっすか。めちゃ辛いっすか。辛っ。あっ、次あるかどうっすか。油断したら来ますか。来るかね。いや、行きますよ。普通のラーメンの海苔で一気にこうやっていくと、もうほぼ、ほぼやらない。山の底は無添加じゃない、アメリカ、うん、何も辛くなさそうな一見、若干ピリ辛なんですけど、でもあるぞ。赤いの乗ってないっすね。赤いの、シンプルにうまいっすね。うん、うまい。チャーハンうめ。チャーハンめちゃめちゃしっかりうまい。うん。今お子さん何歳ですか？上が3歳で、下が今月10ヶ月ですね。おお。うん。あれ。ちゃんちゃく。でもまあ、え、3歳の子。やべ。普通のサイズ何センチぐらいですか？今ニューバランス 16.5 入ってる。ああ、もう。もう16ですよ。そうそう、16.5 ですね。うん、結構これ油断しただ。仮に。あれ好きだけど辛い。中本より全然辛いもん。これもやばい。これすごいね。あ、しっかり。これとこれは、これ、こっちがイタリア。あ、そうかそうか。原口さんイタリア。そうですよね。申し訳ないですね、僕一人だけ涼しい顔してたんで。いや、涼しい、うまいっすよ。うまどり、あー、危ない、あー、熱い。なんでここに挟んだ静かにこうしてるの。喋ると張り付くの。張り付くの。生で見てたら面白いですね。喋るとしゃべる、そう、そのまま。いや、せっかくだって大野さんいらしてさ、なんでこれ最高なんだよ。ちょっとゆっくり壊してたから。田中カフェでね、なんか YouTube の話とかも良かったね。なんかね、めっちゃ最新ジョブですけど、これもいいっすよ。それ、うん、
そうだ。ありついてさ。マジでさ。すいません。喋るでしょから。すいません。酒じゃないですか。あれだ、あれ。ね、酒見える。バツイビール。バツイビール。中透明。日本酒これ。日本酒。これは玉あげたこれ。中本の北極より辛いんじゃないですか。北極より辛い。ね。何一つ聞いてないんだ。ちょっと別で、ちょっと口さましの何か飲み物飲んだ方がいいわ。ごちそうさま。食べていきます。ごちそうさまでした。ごちそうあ、いいえ、とんでもないです。お誘いだけあるだろう。いやいや、とんでもないよ。もうまさかね、こんなほぼ喋ってねっすよ。全然喋ってないけどね、とりあえず会えたことがね。ほぼ喋ってなくて、ほとんどだから待ち時間の時に、今内緒ですって、先生、ああって話をさせてくれる。ちょっとね、最近動画ちょっとお休みされてるんですけど、まあまあ、いろいろお仕事をついてきたらと、またちょっとね、あ、そのうち出す。よしよしよし。スイーカーも買ってるって言ってた。原口、聞き取れます？俺、慣れてるんで。いや、何回かでも親っていう時はあれ食べてるっていうことは偉い時あったんです。ニューバランス 16.5 入った。ああ、もう16だぞ。そうそうそう、16.5 ですね。はいっていう。いや、言ってなかったけどやっぱ悪いっすね。やっぱりいや、初対面で勝つためには言えない。だから俺くらいになると音で何言ってるか分からない。分かるんすね。だから多分音ないとちょっと分かりにくいじゃん。いや本当に元々のなんか基本情報的な、あとなんかこれ言いそうだなも俺はもう自分にあるじゃん。大体の予測で。いやまあ確かに何回か親っていう時があったんで、まあ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 慣れてる。やっぱその英語だとイントネーションも違いますから。うん、まあね、全然ね、聞き取りづらいって、ワールドワイドで聞き取りづらいから、何語とかの壁じゃないから、実はね、で名古屋で外国の方来たときは、山本さん呼んで、こう帰るから、マジで名古屋で動画投稿してる人いないんで、確かに、あ、そうですね、名古屋のシーンは多分あんまりないじゃん。いや、もう、今、よろしくお願いします。その動画で紹介したい。大丈夫です。大好きなんで、モータルとかでもよく見てる。いや、NTC も買ってなかったっすか。いや、わかんないっす、モータルとか売ってる。モータルとか売ってる。なんで、名古屋来た会はね、山野さんに会うということで。ぜひ。俺らが名古屋来た時。そうそう。名古屋来た時。お渡しましょう。そしたら、あれ、俺ら、あんまたまにしか来れないんですよ。いや、逆にね、僕がこう、関東、東京の方行った時は、もうぜひ。あ、全然全然もう、原宿、渋谷なんかもどこでも連れてくれる。もう連れてください。スケートショップも全然行きます。あ、ぜひぜひ。今来てくれました。スケートショップの、ああ、だいぶすごいこれ。スケートショップだけ。まあなんか一応カルビ37、8、今年何歳？僕今年8になってます。あ、もうめっちゃ重い。重いっす。席は83。83年2月。あ、早う。あ、学年がじゃあ1校ですよ。でも学年1校ですね。山田さんの上だ。先輩だ。今年8、まだ学年ですね。まだ学年。ああ、じゃあ、学年は僕の方がいっぱいですね。あ、でも年は多いね。私も年は多いですね。こんな細胞レベル違うの？いや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 、もうほぼ分かんないですけど。いや、落ち込むなよ。イケメンだしな。いやいや、若いですよ。やばくない？でも、なんだろうな、まあ、原口も清潔感あるほどですけど、その、年齢感じさせない。確かに。そんなスマートな方がいるから。いい、若手っぽいですよね。身長高いですよ。高橋シーム、まあ、寝かせなんで寝かせ。あ、そういうことだ。寝かせヤマピーと一緒っすよ。ヤマピー確か170。なんでその情報。あ、僕の方が一緒。あのヤマピー一緒。あのヤマピー、ヤマピー好き。そうです、そうです。あ、繋がった、繋がった。あ、ヤマピー、どうね。ちょうどいい綺麗なところ。いいところで、じゃあ俺しようか。ちょっとまた名古屋来るときちょっと、はい、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。よかったです、初めて来たんで、はい、ちょっとなんかちょこちょこね、連絡が取り合ってたんですよ。そうですよね、連絡が取り合ってたんですよ。やっと、よかった、直接会えたんで、ね、はい、よかった。それではさよなら。美味しかったっす。いや、うまかったっす、めっちゃうまかったっす。はいはいいい、よろしくお願いします。いや、ありがとうございました。